性別にかかわらず誰もが活躍できる社会づくりについて学ぶセミナーが山形市で開かれました。今日はジェンダー平等をテーマに講演が行われ、オンラインを含むおよそ100人が参加しました。講師の野村ひろ子さんは、性別による役割分業の意識は近年改善されているとしながら、現実とのギャップが依然として大きいと指摘しました。女性と男性の無償のケア労働の偏りが大きい。圧倒的に女性が家庭内ケア労働になっているんですね。意識は変わったんだけど現実が変わっていない。この意識と現実のギャップが問題なんですね。